Hello everyone, it's Aki Takagi from Assist English Room. Today is July 4th, 2020. Well, today I had 8 students to teach, and as you can imagine, I was exhausted by the time I'm done for the day, and I didn't feel like cooking dinner, so we ordered some Chinese food for takeout. We got 7 different kinds of dishes, from a smaller appetizer of chicken with scallions on top to a main course dish chow mein. Once we got home with all those food, I put them on the dining table and I told my husband and a daughter to take whatever they felt like eating. It turned out to be a Chinese buffet dinner, which was a lot of fun. Okay, 皆さんこんにちは。アシストイングリッシュルームの高木です。今の冒頭の英語での挨拶ですが、レッスンの最後に日本語で簡単に翻訳を入れておきますので、確認されたい方はどうぞそれもお聞きになってください。Okay, 今日のトピックは、モラルとモレールです。はい。この2つのうちの1つは、やる気などを表す士気。士気が高いとかのね、士気を表し、もう1つは、いわゆるこの人はモラルがあるとか、モラルがないとかのモラルを表します。では、この英単語のどちらがモラルを表すのでしょうか。答えは、MORAL の方です。Moral。Moral。法的に正しいとか間違っているということではなく、自分の判断に基づく道徳的にどうであるとか、教訓的な何とかであるという意味を表しますね。発音、ちょっと日本人にとっては確かに難しい音があります。ただ、ストレスの位置をしっかり抑えておくと、発音もしやすいですし、通じやすくもなります。このモラルの方は、頭の母音にストレスがあります。ま、ま、さて、難しいのは後半の roll の方かもしれません。発音記号を見ていただくと曖昧母音が入っていますよね。この曖昧母音というのは、この特に難しい子音が並ぶときに発音しようとか音に出そうとするとより難しくなります。考え方としては R と L だけ出そうという心構えで言ってみてください。roll, roll, moral, moral。どうでしょうか。ではもう一つの単語の MORALE、 これはどういう意味なのかと言いますと、先ほど言ったようにやる気とか士気を表すんですね。辞書では個人のやる気も表せるというのは定義からは見て取れるんですけれども、ネイティブスピーカーたちが使っているのを聞きますと、だいたいグループとかチーム間でのやる気、これを表す時に使っていることがほとんどかなと私は感じます。発音です。Morale、 ストレスが後ろの母音にあることに注意しましょう。最後の E は発音されませんので、あの部分ね、スペルでいうところの A の部分、ここを指して後ろの母音と言っています。 R からの後への間の母音に入って、そして L に続くと、まあ、難しいですね。この R、レ、レというのはおそらく日本人我々にとっては一番難しい音かもしれません。とりあえずそこにストレスを乗せるように、こう勢いよくレ、レと言ってください。そして最後に L を軽く添えるように置きます。う、う、低い L なので、そんな力を込めてね、言わなくていいんです。レ、レ、こんな感じ。モレル。Morale、 どうでしょうか。さて、例文を見てみましょう。まず、モラルの方からいきますね。I have 3 sentences ready for you. The first one: It's my moral obligation to tell the police what I know. It's my moral obligation. それは私の道徳的な義務です。で、何がかというと、to tell the police。ポリスにお話しすること、何をお話しするかというと What I know、 私の知っていること、警察に私が知っていることを話すのは道徳的な義務ですという意味になります。 It's my moral obligation to tell the police what I know。 2番目、 Tony felt he had a moral duty to look after his elderly parents。 Tony felt、 トニーは感じました。何を感じたかというと、He had a moral duty. 彼には道徳的な義務があると。で、何をすることがかというと、to look after
お世話をすること。誰の？ His elderly parents. 彼の年老いた両親。トニーは年老いた両親の世話をすることは道徳的な義務だと感じましたという意味です。もう一度聞いてみましょう。Tony felt he had a moral duty to look after his elderly parents. 最後です。He is a person of loose morals. He is a person. 彼はこういう人ですと。どんな人かというと、of loose morals. 不道徳な。ということですね。ルースというのは緩いわけですね。だからモラルがちょっと緩い感じ。彼は不道徳な人です。というような訳になりますかね。動詞で読むと、He's a person of loose morals となります。だいたいこの a person of loose morals で使われることが一般的です。では次に morale の方いきますね。I have four sentences ready for you. The first one. The staff's morale increased.When everyone was given a day off with pay. The staff's morale. スタッフのやる気は increased 上がりましたと。どんな時にかというと、When everyone was given a day off. みんな一日休暇が与えられた時。でもただの休暇ではなく、with pay. 給料ありのということですね。まあ、有給と考えてもいいかもしれませんね。休みの日に給料をもらえるとスタッフのやる気が上がりました。まあ、あるいはこう給料付きのお休みをもらえると、スタッフのやる気が上がりましたと考えてもいいですね。もう一回読むと、The staff's morale increased when everyone was given a day off with pay. 次です。The team is suffering from a low morale. The team is suffering. チームは苦しんでいますと。何に苦しんでいるかというと、from low morale 低いやる気ということです。チームは士気の低さに苦しんでいますということですね。The team is suffering from low morale. はい、3番目です。The army has a major morale problem. The army has a major morale problem. 軍には大きな士気の問題があります。このメジャーというのはですね、主要なというか、こう、見逃せないような重要なというような意味があります。メジャーな morale problem、士気の問題。要は士気が低いんですよね。Okay, もう一回通して読みます。The army has a major morale problem. Okay, 最後です。Let's do that. That would be a great morale booster. Let's do that. それやりましょう。まあ、それっていうのが何であれ文脈によりますが、その that would be a great morale booster.モラルブースターというのはよく使う決まった単語なんですけれどもね、ブーストっていうのはこう何かを持ち上げること、上に上げることを表しますので、モラルブースターでやる気を引き起こしてくれる何かそのものを表します。素晴らしいモラルブースターになるんじゃない？ということですね。Let's do that. That would be a great morale booster. はい、今日のまとめです。今日はモラルとモレールの違いについて学びました。Moral とMorale ですね。士気とかやる気を表すのが Morale。道徳的なとかのモラルを表すのが Moral でした。発音においては我々日本人には困難な音がまあありますけれども、とにかくストレスの位置を確実に抑えて、明確に強弱をつけて発音することが何より大切です。はい、レッスンは以上なんですけれども、冒頭の英語での挨拶を簡単に訳しておきましょう。今日は8人レッスンをしました。で、ご想像の通りで、もう終わる頃には大変疲れていて、夕飯を作る気がしませんでしたので、チャイニーズフードをテイクアウトしました。7種類のお料理を注文したんですけれども、まあその7種類というのは、チキンの上におネギが乗っているアペタイザー、前菜から、まあメインコースのチャーミン、焼きそばなど、まあ様々なもの7種類。家に帰りましたら、まあ私はそれをダイニングテーブルの上に置きまして、夫と娘にもう好きなもの何でも取って食べてねというふうに伝えました。ということで、お家でチャイニーズバフェディナー、食べ放題のディナーになりまして、まあ大変楽しかったという小話でした。Alright, thank you so much for listening and I'll see you in the next lesson video. Thanks so much again and have a wonderful day. Bye bye!